アフターコロニー時代の地球、戦火のニューポートシティに向かうよ。戦闘の停止にはサンクキングダム代表のリリーナ・ピースクラフトさんが不可欠。場合によっては彼女を保護しないと。5機のガンダム、オペレーションメテオ、そして完全平和主義か。ここが首都ニューポートシティ、こんなところが戦場に。何が何だか知らねえが、やってやろうぜ曹操さん。いいだろう、油断するなよ劉備。こちらマグアナク隊3番隊、カトル様は戻られているの？カトル様だってまだ戻られていない。この時点でサンドロックがいない。ガンダムエピオンは？エピオン？何のことだ。それじゃルクレツィア・ノイン特異は？通信が繋がらない。ここは我々だけでも。サクラどうなってるの？本来ここにいるべき人たちが軒並みいないんだよ。じゃあエドモントンの時と同じく小隊長と私たちが。そういうこと、まずは補わないと。小隊長さん、マグアナク隊の意地を見せてやって。敵も主力の無人機、モビル動力がないみたい。敵側も足りないの？あれってバルバトスと入れ替わったランバラル隊のグフ？にしては数が多くない？グフ自体は量産機だからおかしくはないけど、残念ながらラル隊はいないみたい。あれもない、あの人もいない。そんなのばっかりね。あ、それだよエマネーさん、このブレイクミッションの違和感。人も物も、そしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが全然存在してない。じゃあサンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの？王国解体宣言が出ない。この戦闘を終わらせる方法がない。ひるむなよ、マグアナク隊の誇りにかけて。当てる。ダーッ。当たれ。こいつは。これでどうだ。とっておきだ。ダーッ。検索。止めるぞ。当たれ。そこ。当てる。捕らえた。やるな。逃すものか。またグフの造影。マグアナク隊警戒してください。あれにもラル隊は乗ってないけど、手はあるかも。総隊長さん、グフはここらずに消して、そこからデータ追跡をかけてみる。パイロットじゃなくモビルスーツからってことね。そうと決まれば小隊長派手にお願いね。青いモビルスーツグフを殲滅させて。テレア、首都防衛隊がこれほどとは。撤退だ、一時撤退せよ。小隊長さん、追わなくていいよ。
こっちの目的は果たせたから。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡はできた？もちろん。これでランバラで隊が。ユコ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に。アラートって何これ？介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれた者たちか。ガンダム・ラトレイヤー、ハーメス・マーキュリー、出る。さて、見せてもらおう。その力がこの G ユニバースに足るものかを。データベースにないよ、あんなの。それにあの顔は。ガンダム小隊長、気をつけて。小隊長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの？そのモビルスーツは。私のデータは与えられていないか。 SACRA/1351420。 今の私はサクラスラッシュ、ユノ姉さんに縮められたんだよ。コード名変更だ。そのユノというレディがプログラマーか。どうしてそれを。あなたは誰？私はハーネスマーキュリー。以後お見知りおきを。そして小隊長君、君にはこのラトレイヤーのテストに付き合ってもらおう。今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けたということか。パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。何のこと？データベースを確認したけど、あのガンダムもパイロットも確認できない。もしくは君では閲覧できないということだ。そこだ。狙う。しまった。なんだと。意外に逃がすか。出る。体勢を回復する。邪魔。そこだ。待てる。さすがだな、小隊長君。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい。何者なの？ガンダムラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はあ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。あんたならやってくれるって信じてたぜ。危なかった。ひどい壊れ方をしたミッションだったね。ブレイクミッションとはよく言ったものね。ほとんど歴史として成立してなかった。それに最後のガンダムは何だったの？ハーメス・マーキュリーって名乗ったけど、あなた知ってる？私が閲覧できるデータベースには載ってないんだよね。あのガンダム・ラトレイヤー、どの歴史にも存在してないんだよね。どこにも存在しないガンダムなのに、私たちのことは知ってるみたいだったけど。パイロットとプログラマーがどうとか。データベースを閲覧できるよう管理システムに申請したから、しばしお待ちよ。トゥルーミッション発生。
トゥルーミッション発生。ハロ君、いいタイミング。量産型グフのデータの追跡に成功したみたいだね。これで消えたランバラル隊員のグフを元の歴史に登録し直せる。歴史への再登録って具体的にはどうするの？もう一度あの時のミッション、ソドンの町近郊でランバラル隊と戦うんだよ。ガンダム・バルバトスが現れたあの場所か。ちょっとしたタイムスリップって感じね。ただ間違った歴史を変えるんじゃなく、正しい歴史をなぞることが重要だよ。私たちで史実を成立させるってやつね。その上でデータを登録し直せば、晴れて歴史データの修復が終了するってわけ。それがトゥルーミッション。ユゴ頑張れ、小隊長頑張れ。やるわよ小隊長、私たちの歴史の修正だものね。じゃあ小隊長さん、トゥルーミッションを選択してみて。史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。ブレイク現象が起きていなかったら、あの場にはアムロレイ総長がいたはずなのよね。そうそう、 RX78 最初のガンダムと一緒にね。ホワイトベース隊を脱走したアムロ総長さんは
ソドンの町でランバラル隊と接触するんだけど、総長さんを探しに出たフラウボーさんがラル隊に尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。ちょっと待って、脱走？敵前逃亡って大丈夫なの？まあまあ、経緯はともかく行ってみよう。アムロレー総長をホワイトベースに案内して、ランバラル隊のグフとの戦いに勝つ。それを成り立たせるのがトゥルーミッション。小隊長、頼りにしてるわよ。何が何だか知らねえが、やってやろうぜ、ソウソウさん。いいだろう、油断するなよ、劉備。ホワイトベースを見つけたのか。フラウボーがつけられたんだ。あのグフってモビルスーツに出てこられたら、ガンキャノンもタンクもイチコロだ。本当にアムロ総長、連邦最強の若きエースパイロット。ユノさん、いきなりどうしたんです？あ、いえ、なんでもないです総長。ホワイトベースはこの先です。ユノ姉さん、そんな緊張してたんじゃトゥルーミッション失敗するよ。まだ勝手がわからないんだっての。アムロ総長とも初対面なのよ。小隊長さんはとにかくガンダムを先導してホワイトベースまでお願いね。戻らないって決めていたのに。そこだ。当てる。隙だらけだ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の通信と同じ。ユノ特務総長、起動します。艦長、アムロ総長をお連れしますね。フラウの報告通りか。分かった、船の直面に回れ。フラウ号なんてよこしやがって。ブライトが自分でクリアいいんだよ。回り込める別ルートがある。この前はなかったよね。小隊長、正面突破か回り込んで側面を突くか判断は任せるわ。うわあ、さっさと、うわあ、ランバラル隊の通信を傍受。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラル隊。あれ、怖かった。リュウさん、迎えに来てくれたのか。急ごう、アムロ総長さん。まだなのか。とっておきだ。てりゃ、てりゃ、そこ。おっと、ホワイトベースから通信。ユノ、遅いぞ、何やってんの。お前には宿舎からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムもそのまま戦列に復帰します。どんな理由があろうと独断専行は重罪だ。だが今は頼らざるを得ん。いいな、アムロ。役者は揃ったけど時間軸がずれてるかも。ホワイトベースが覚醒したままだ。本来なら取り付いたグフを背面飛行で振り落として上空へ退治してるはずなんだけど。背面飛行？艦内どうなっちゃうわけ？グンダイさん、無茶するな。当てる。これはどうだ。うわあ、
木馬を落とす。抜かるなよ、お前たち。ザクとは違うのだよ。ザクとは。ガンダムバルバトスにならなかった。グフのままね。トゥルーミッションだからね。歴史は正しく流れてるってこと。さあ、兵士の運命を決めるとしようか。ガンダム。グフめ、手術を成立させるためにはここで勝たないと。聞いた通りよ、小隊長。ガンダムと一緒にグフを撃破して。アムロ総長さん、油断しないでね。グフにはジオンのエースが乗ってるから。ああ、あのグフは強い。ガーッ。当てる。敵戦。ガーッ。貴様に戦いというものを教えてやる。当たる。当たるものか。ちょっと感じた時に。こいつ正確な射撃だ。それゆえコンピューターには予想しやすい。サンクキングダムに戦闘したグフと動きが全然違う。搭載したコンピューターの違いなの。パイロットの能力が機動性能を限界まで引き出してるんだよ。相手は青い巨星、乱馬なる隊員なんだから。気の毒だが、いただく。だだ、落ちろ。はい。終わりはしない。邪魔だ。ほう、思い切りのいいパイロットだな。手ごわい。しかし、すごいパワーだ。さすがベテランのノルグフ。相手を怯えさせ、すくませるほどの威圧感。だからって負けられない。小隊長、アムロ総長、頑張って。了解。僕たちでやるしかないんだ。やらやった。うかつなやつめ。じゃあもらった。このくらいだ。消えろ。やるな、ガンダム。しかしこちらとて、まだまだ操縦系統がやられたわけではない。来た。このグフのパイロット、もしかしたら。ここだ。モニター回線をつなげるよ。モニターが勝手に。この少年は。やっぱり。お前はさっきの坊やか。僕らを助けたのはホワイトベースのポイントを知るためだったのか。まさかな。時代が変わったようだな。坊やみたいなのがパイロットとは。じゃあ、とどめだ。うかつなやつめ。もらった。無駄だ。油断した。こんなところで。かけろ。